こんにちは、サカイクキャンプコーチの柏瀬です。今回は、初心者に多い浮いた球を胸でコントロールすることができないというお悩みを改善するトレーニングを紹介します。はい、それでは親子で対面して立ちます。親がボールを持って、子供は持っているボールを手でタッチします。でバックステップをしながら下がって、そこに親はボールを投げて、子供は胸でコントロールしてパスで返します。はい、胸でコントロールするときは力は入れずにリラックスした状態でボールをよく見ながらコントロールしてみてください。胸でコントロールしてからもよくボールを見ることを意識してやってみてください。ナイスナイス。でこの時も試合中意識して、相手が来るので、コントロールした後は早く自分のボールにしてパスで返してください。コントロールした後すぐ自分のボールに。慣れてきたらちょっとボールを高くして、子供はジャンプをしながら胸でコントロールをしたり、ちょっと高いボールを投げてジャンプして、速いボールを投げてもすぐ対応できるように、やってみてください。はい、ぜひ親子でチャレンジしてみてください。